安子は人選ミス、日テレ、24時間テレビ、急舎に排除も後悔、例年にない不安材料。日本代表が史上最多のメダルを獲得し、過去一番といってもいいほどの盛り上がりを見せたパリ五輪。日本時間の8月11日に迎えた閉会式までの間、テレビはオリンピック一色。各局とも高い視聴率を稼ぎ、まさに五輪バブルだった。 しかし、終わってしまえば平常の番組構成に戻らねばならないため、制作人は視聴率獲得に頭を悩ませることになるという。写真、刑務所の方が豪華やん、安子が公開した24時間ランナーの夜ご飯。特に、月末にビッグイベントを控えた日本テレビの関係者は不安に駆られているようで、月日から月日にかけて放送される、 毎年恒例の24時間テレビ今年は例年にはない不安材料がある6月に三浦浅美アナが局を代表して謝罪していたが系列の日本海テレビジョンの元幹部社員が24時間テレビの寄付金などを着付したことが大きなニュースとなった番組に大きな変化同番組は長年にわたってチャリティー番組として放送されているが 近年はチャリティのあり方についても色と指摘されるように。番組公式サイトでは、続けることでしか信頼を回復することはできない。と説明していたが、系列局の関係者はこう語る。チャリティが番組のコンセプトとして柱である限り、その要素をなくすことはできないでしょう。しかし、最近は不幸を売りにしているとかわざとらしいといった批判が増えてきていますし。 出演者のギャラの問題も何年も前から指摘されています。タレントに払うギャラを全て寄付したらいいだろうそれができないのだったら、もうやめた方がいいという声は確かに増えています。そんな声の影響か否か、今年の番組には大きな変化が見られる。まず、番組のサブタイトルが愛は地球を救うから愛は地球を救うのかに変更された。 また、長きにわたって旧ジャニーズ事務ところどころ族タレントが起用されてきたメインパーソナリティが廃止された。タイトルは断定形から疑問形になっていることで迷いが出ているように見え、弱気になっていると感じた人も多いはず。日テレはキー局の中で最も旧ジャニーズ事務所とのつながりが深いと言われていたので、そのイメージを払拭するために、 番組の特徴で売りでもあった旧ジャニーズタレントの出演を抑えたのでしょう。しかし局内では、そんな必要があったのか無理しすぎではないかという声が上がっています。というのも、年々下がってきた視聴率を維持できていたのは、旧ジャニタレの人たちのおかげだとみんなわかっていましたから、日本テレビ関係者、チャリティを歌っている番組に旧ジャニーズのタレントを出演させることで、 クレームが殺到することを懸念したのは想像に容易。番組の視聴率が下がることを暗示、早い段階で今回は気温見送りを決めていたというが、今になって後悔している関係者は多いという。富士テレビの27時間テレビが成功を収めたことで、スタッフは早まった。と思ったでしょう。27時間テレビには、旧ジャニーズ事務所、 つまり現在のスタートエンターテイメント社所属のタレントが多数出演していましたからね。すでに世間は、日テレが気にするほど旧ジャニタレに対する拒否感はないのでしょう。そもそも、彼らのファンは騒動が起きてもファンを辞めることはしませんでしたし、その数は相当なものですから、彼らの起用で一定の視聴率は見込めたと思います。制作会社ディレクター。 不安要素は他にも。番組の目玉でもあるマラソンの今年のランナーが、お笑い芸人安子に決まったことに意を唱えるスタッフもいるという。あのマラソンは、完走できるかできないか、ギリギリのところで頑張って必死に走っている姿を見て、視聴者は感動するもの。安子さんは元陸上自衛隊の隊員ですよ。施設か部隊所属だったとはいえ、 他の隊員同様、過酷な訓練を受けているはずです。やめてから時間が経っているとしても、マラソンくらい分けないと思いますし、余裕で走り抜いてしまうかもしれません。また反対に苦しい表情を見せられてしまうと、かえってわざとらしいと思ってしまう視聴者も出てくるでしょう。口には出しませんが、人選ミスだと思っているスタッフも多い同、制作会社ディレクター。 YouTuber ふわちゃんとの SNS トラブルでも思わぬ形で注目を浴びた安子。ふわちゃんの活動休止発表によって24時間テレビで二人が気まずい共演をする事態は避けられた。しかし、もし不安要素があったとしてもそもそもチャリティー番組なのだから視聴率に過敏になる必要はないはずだが。